1939年に発行された記念切手、瀬戸内海国立公園岩台寺観音堂10選国立公園法は日本の国立公園に関する廃止された法律。1931年10月1日施行。1957年10月1日自然公園法施行に伴い廃止された。制定時の条文は16条で、関係省庁は大倉省。 内務省国立公園は国立公園委員会の意見を聞き区域を定め、主務大臣が指定すること。国立公園の保護または利用に関する統制及び計画並びに国立公園計画に基づき執行すべき国立公園事業に関すること等が規定された。この法律により1934年3月16日に瀬戸内海国立公園、 雲仙国立公園、霧島国立公園が日本最初の国立公園として指定された。廃止までの間に5回の一部改正があり、1949年6月1日施行の国立公園法の一部を改正する法律により、国立公園委員会が国立公園審議会に改められた。また、国立公園に準ずる区域に関する規定が加えられ、この改正により、 1950年7月24日に、ビワ湖国定公園、同年7月27日に、佐渡谷彦国定公園、同年7月29日に、矢場ヒタ彦ヒ国定公園が、日本最初の国定公園として指定された。1957年の自然公園法制定に、伴い国立公園法は廃止された。国立公園法の規定により指定されていた、 国立公園及び国立公園に準ずる区域は自然公園法の規定による国立公園及び国定公園とみなされた。ありがとうございます。